スパ、エグない。ファッションスマートウォッチいただいたので、レビューしていきたいと思います。本番いきます。よーい。カメラ OK、音 OK、リアクション OK、よーい、スタート。はい。スマホの時計を見るとき以外は、だいたい体内時計。どうも。監督ラボの監督です。スタイリッシュな外観デザインと優れた機能を兼ね備えたアイミューベメンズ&レディスファッションスマートウォッチを紹介します。はい。動画最後にはお得な情報もやっておりますので、興味がある方は動画最後までご覧ください。はい、こちら。というわけで開けていきたいと思います。はい、まずはこの箱。いいですね。板チョコみたいな感じで、このまま飾っておきたいようなオープン。こちらでございます。というわけでこちら本体。重さとしては体感ちょっと重いかなと思っておりますが、なんだこの細長くて分厚い。はい、という、うわ、長いだ。こんな長い説明書初めて見た。日本語はどうだ、すごい。あと裏面の一番下ですね。そして、こちら、替えのベルトでございます。そして、USB と思いきや、実は先っぽがちょっと違う形でございます。はい、ちなみに今回監督がいただいたのは、シルバーでございます。はい、では、はじめにですね、今回この動画では4つに分けて紹介していきたいと思います。まず1つ目、エレガントでスタイリッシュ。見た目にドキュン。2つ目、ビビッときた。特徴的な機能を紹介。3つ目、耐久性も問題なし。4つ目、その他の仕様、気になるアプリを紹介。では、早速行ってみたいと思います。はい。まずは、一つ目。エレガントでスタイリッシュな見た目に、ドキュン。こちら。美しく、スタイリッシュなデザインに。あ、でも、その前に、ここ。まあ、男性の方、ここにね、毛が挟まったら痛いんですよね。怖いな。大丈夫かな？今のところ大丈夫だよ。大丈夫そうかな？あ、でも大丈夫だ。こちら。こうやってやっても、毛が挟まらないです。よかった。よかった。というわけで、ちょっと電源を入れていきたいと思います。シートが貼られてますので、これを剥がします。はい。電源ボタンを、長押しかな？明るい。すごいぞ。あ、ちなみに監督、Apple Watch も全く触ったことがないので、もしかしたらこの動画、Apple Watch を持ってる方が見たら、そんなの知らないの？だっせこいつって思うかもしれませんけども、まあそういったところも含めて楽しんでください。時計というものをですね、約2年間つけてない、かつスマートウォッチも使ったことがないという監督が紹介するので、やばい。はい、ちょっとこれ画面判定しますね。これなんですけども、これを、カチ？切り替えることによってデザインを変えることができるという、すっげえ未来だ。で、これなんですけども、今ついてますよね。これが時間かと消えます。そして、これのすごいところは一旦下げます。そして時計を見よう。さあ来い。はい。手を上げると自動的につくというものでございます。腕時計世代からしてみたら画期的ですね。はい。というわけでこちら、豊かな色彩と約2インチの広い視野角がございます。今、とつけて触ってみたんですけども、そこまで重さは感じません。重さはだいたい 50g の超軽量。厚みは約 10mm でございます。はい。で、先ほど監督が紹介しました、この壁紙なんですけども、こちらはなんと専用アプリを使うことによって、なんと100種類の中から自分好みのものをチョイスすることができます。すげえな。しかも自分でスマートフォンで撮った写真をこいつに転送して壁紙にできるという。皆さん、スマートウォッチ使ってくれてこれ、常識ですか？やっぱりそのスマートウォッチというわけで、スマホ、タブレットも含めて、動きがもっさりだと、なんかストレス溜まるよね。というわけで、どれくらいスピーディーに動くのか、これ、最初、そうか、そういうことか。これ逆にしますね。というわけで、こちらで今、もう、視聴者さん目線になったので、これを、一旦押します。はい。はい。お、あー、動きは、そうですね。サクサク。ほんのちょっと時差はあるけども、別にストレスになるっていうぐらいではありませんね。というわけで、もさもさはしてませんでした。二つ目、ビビッときた特徴的な機能を紹介。はい。まずこちら、腕時計だけども、スマートフォンとほぼ同一です。お電話を取ることができます。普通は電話こうやってやるんですけども、こいつに転送して、未来。未来だよ。未来だね。あ、ちなみにですね、LINE 通話はできません。LINE 通話できたら最高だよね。スピーカーは Hi-Fi スピーカー。また、複数のスポーツモードと、ライフスタイルを管理できるアプリを搭載してます。そして、IP68。防水機能も搭載。水にバシャーっと濡らしても壊れることはありません。接続は Bluetooth 5.3。高速な転送速度。より広範囲な通信範囲。より安定した接続を提供してくれます。よく使うアプリ、LINE、Facebook、Twitter、E-mail など、このスマートウォッチで通知してくれます。これはですね、一般的にスマートフォンでできることが大体こちらでもできます。メールを読むこともできますし、通知されたら振動させることもできます。
すごいな。というか、スマートフォンを取らずに、この腕時計だけで完結してくれます。ちなみにこの通知機能なんですけども、バイブレーション。こちらは、強と弱、設定することができます。さらに、電話帳とダイヤルパッドが結合していますので、こちらで電話をかけることもできます。すごいな。対応は、Android と iOS 両方とも使えます。3つ目、耐久性も問題なし。様々なスポーツをしながらもこちらをつけることができます。防水に対応。水深50メートルまで対応。どんだけ潜るんだよ。耐水性があります。水泳や雨、雪、水しぶきなどの状況でも耐えれます。そして100種類以上の連動モードを備えており、ランディングの歩数、移動距離、消費カロリーもリアルタイムでモニタリングできます。4番、その他の仕様と監督が気になるアプリをピックアップ。はい、ということで、ここからですね、細かいもの、まあ、全部紹介したら時間がなくなるので、うわ、これは面白いんじゃないかっていうものを厳選して見せていきたいと思います。その前にですね、バッテリーの充電方法なんですけども、こちらが表面でございます。そして裏面になります。スイッチに関しては、このポチッポチッっていう押しボタン式と、あとはこうやって切り替える裏側見ますと、シールがついてるので、これを剥がします。で、ここで、この体内時計とか心拍数とかなんかいろいろと見る充電なんですけども、ここでございます。USB ではございません。だからなくさないようにしましょう。磁石なので、お、あ、こっちか。逆だったら跳ね返る。あ、こういう感じ。こんな感じですね。スマートウォッチと APP を初めてペアリング接続すると、携帯電話の時刻と日付が同期されます。アプリと連動することによって、様々な機能が拡張されて使いやすくなります。アプリをダウンロードできる QR コードがありますので、こちらをインストールしていきます。はい、こちらでございます。ダウンロードしていきます。入手。はい、というわけで、インストール。ダフィット。はい、インストールされました。開く。で、同意して続行を。はい、というわけで、こうやってまた心拍数とか、あ、Bluetooth ペアリングですね。デバイスを追加する。お、来た。接続しました。P58 でございます。これ変わってる。もしや、ダイヤルギャラリー。もしや、いっぱい出てくるのか。わお、こんなに種類あるのか。モダンタイプとか、おー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 おお、いろいろとありますね。あ、レッサーパンダか。ビビッと着たデザインとしては、このクジラ。いいね。クジラちょっと申し込みしましょう。ちょっとお時間がかかりますけども、無料でダウンロードすることができます。その間にちょっと触ってみましょうか。はい。あ、ダウンロード中触れないのかい。ダウンロード中。あと、起きたー！来ましたー。クジラでございます。12時50分。時刻は間違いがございません。結構綺麗ですよ、これ。はい。ダイヤル？おー、これで電話をかけることができる。連絡先。はい。で、ここの睡眠データってのがあるんですけども、モニターすることができます。センサーは、睡眠中の手首の動きの振り幅と頻度に基づいて、睡眠の質を測定します。すごい機能だな。ちょっと今日はつけたばっかりなので分かりませんけども、起きた。目の動き。目の動きというわけで、ちょっといろいろとありますね。で、心拍測定。これどうぞ、測定されるのこれ。心拍。70。どうなんですか？いいんでしょうか？悪いんでしょうか？血圧。なんかもうこういうの嫌なんだよな。でも一応やるか。圧縮、伸び圧。はい。というわけで、どうなんでしょうかね。これ俺の血圧ねえのか？どうなんですか？お、113。どうなのこれ。で、血圧いった。あ、天気も、はい、こちら。設定することによって、1週間分の天気が見れるというわけ。あ、便利。これ使うわ。これめっちゃ使う。あとは音楽操作。というわけで、監督のスマートフォンに入っている曲が再生されますね。そして、音声アシスタント。なんだこれは。何これ。音声アシスタント。画面をクリックしてください。おはよう。どうも、こんにちは。12時55分。合ってる？合ってるね。トイプードルとは？プードルは水中回収犬、超重量犬や愛玩犬として飼育される犬種。おー、いいですね。次、カメラ制御ってなんだ？はい。え、もしや？おお。あ、アプリのダフィットを出すと出てきました。行くぜ。遠隔写真。はい。おい、というわけで、はい、というわけで、こんな形で、はい、写真を撮ることができます。で、続きまして、リラックスなんだ。呼吸トレーニング。1分。始める。呼吸に集中してください。ここで息を吸う。ふぅ、満了。という、おー。まあ、これもちょっと続きまして、タイマーっていうのはあれよね。ストップウォッチ的なタイマー。よーい、スタート。ストップ。チェック。チェック。チェック。ストップ。で、アラーム。あ、これ使いそうだな。アラーム。使いそう。こちらプラスすることによって、スマートフォンでやってるやつを、このアラームでお知らせすることができます。懐中電灯。どういうこと？
ああなるほど、この画面が懐中電灯ね。今明るいんでわからないんですけども、真っ白い画面が出て懐中電灯効果になりますという。おー、でなんだなんだ、 LINE 来たと友人から連絡が来ました。そして電卓、あーいつものやつ、電卓いいです、ありがたいですね。携帯を探す、はい、さあ俺の携帯はどこだ。おーおお、でこうやっていろんなモードが出せると、でこっち側にやると、まあ、よく使う電話帳ですね。で上からやるといろいろと設定ですね。はい、あこれいいね、これすぐ出せる、いい設定と、あと画面の明るさをこうやって、あー変えることができて、下から行くと、おお、あ LINE ですね。はい、いかがだったでしょうか。アイミューベイスマートウォッチ紹介させていただきました。はい、動画を最後まで見ていただきありがとうございます。というわけでお得なサービスを紹介していきたいと思います。ありがたいことに有効期限ですね、なんとなって11月の30日まで、割引コード 10% オフです。しかもですね、 Amazon で定期的に出してるクーポンとさらにそれを併用して 10% オフできるので、もしこの動画を見ておーちょっと買ってみようかなって方は、この動画概要欄にですね載ってる監督ラボのクーポンをですね、こちら Amazon のページに貼って出すと 10% オフになりますので、購入してみてはいかがでしょうか。ぜひクーポンコードを買ってください。この監督ラボでは監督がうわーこれすげーなーとか、ガジェットだったり日常使いするものだったり紹介しております。チャンネル登録をして他の動画もご覧ください。ではまた次の動画で会いましょう。こちらしばらく使ってみたいと思います。スタイリッシュなデッスタイリッシュ、あれあれみんな知る、おしこダメだよ。広い視野角、あと機能としてはなんだろうな、というわけで一旦これ変えてみましょう。ここカチャッとしてこんな感じになります。はい、動画最後にはおすす